スタートしました。うちで鈴巻箱をスタート、そしてその人に鈴パレードが行きますが、外をついてぐんぐんと若尾ライデン、そして力さんパワーが行きます。あとはエアハート西野ライデン、うちで鈴パレードやや交代、そして山の白菊が後位グループに上がっていきまして、その直後にはウィンザーノットでやります。さあ第2コーナーのカーブから向こう上面の直線、その後にはチュデキング、その内をついたハーバークラウン、そしてシンボリルドフが後方から6番手の位置、先頭までは15、6馬身の位置におります。そのうちにはもう1頭ギャロップダイナが控えておりまして、その直後うちはロシアンブルーでやります。あと後方ですが、アカネダイモン、ゴールドウェイがおしまいから2番手の位置か、そしてその人をついてチェスナットバレー上がっていきました。向こう上面中間にかかりまして、先頭は力さんパワーと変わりました。リードが4馬身、鈴巻派2番手、若尾ライデン3番手、そしてその後ウィンザーノットが内4番手ですが、山の白菊あるいはその人をついてぐんぐんとアカネルドルフが一気に上がっていった。2番手グループの外に上がっていった。坂を下り切って、これから 3コーナー最初の 1000m の通過は59秒ぐらいで通過しています。力さんパワーのペースですが、2番手は鈴巻派、そしてその人には西野ライデン、その直後4番手はシンボリルドルフであります。その直後におりますのがウィンザーノットであります。日本ピロウィーナーはその後のグループに控えております。早くも4コーナー手前にかかりました。さあ先頭を行きます力さんパワーの外にぐんぐんと接近してまいりましたのは西野ライデン、そしてシンボリルドルフ、前3頭一段で600を通過、あとはその内をついてウィンザーノット、そしてその外を回りまして1頭追い込んできました山の白菊。第4コーナーカーブから直線に向きました。さあ先頭争いは外をついてぐんぐんと上がってくるシンボリルドルフ、400を切った。そしてその内に控えているのは西野ライデン、さらには若尾ライデン、オーストをついてぐんぐん追い込んできたのが、これがウィンザーノット、広がっている坂を上がってくる、そして追い込み勢の中からは外をついて赤い帽子ギャロップダイナが突っ込んでくる。さあ先頭争いはどうだ、シンボリルドルフか苦しいか、ウィンザーノット、ウィンザーノット、オーストをついて1頭突っ込んできたのは日本ピロミラ、さらにギャロップダイナ、ギャロップダイナ、シンボリギャロップダイナ出てゴールイン。なんとギャロップダイナ根本騎手大仕事をやってのけました。史上最強と言われたシンボリルドルフを差し切りました。